中央通行方式の名古屋市の機関バスと安全地帯機関バスとは日本のいくつかの都市における故障で路線バスのうちで都市部の機関交通を担うように構想、整備されたものを指すバスラピッド・トランジットに近いシステムと考えられることがある。機関に系統し役所停留所展示ブロック場を歩く人が一万一車道側へ転倒しても 危険な状態にならない配慮がされている。1970年代の名古屋は、日本の他の大都市と比較すると鉄道などの軌道系交通の密度が低く、自家用車依存も高いため、市近郊では交通渋滞などの問題が多く、発生し、公共交通の整備が大きな課題となっていた。そこで、市は1980年に策定した名古屋市基本構想で、 公共交通の充実を図ることを目指す旨を策定。名古屋市営地下鉄とともに、都市内の機関的な公共交通手段として新たな交通システム、機関バスを導入することを決め、1985年から順次運行を開始した。名古屋の機関バスの大きな特徴として挙げられるのが、次の点である。日本の他の都市でも、一般道路の歩道側にバスレーンを設けるケースは、見られる。 しかし、名古屋市の場合、期間2号系統の一部区間では、幹線道路の中央分離帯に専用車線を設け、その分離帯内に800メートルから1キロメートル間隔で停留所を設置している。これによって、一般車両の交通とバスの交通を完全に分離でき、運行効率を改善することができる。二千七年、新潟県新潟市がオムニバスタウンに指定されたのに伴い、 市と新潟交通ではその一環として、機関バスの導入を決定。同年11月1日に、新潟市中心部と新潟県庁、新潟市民病院を結ぶ3路線、新潟機関バスを開設した。なお、現状の道路をそのまま使用して運行され、専用バスレーンなどは導入されなかった。その後、2015年に、 BRT ダイ橋ラインを基幹路線とする新潟新バスシステムへの移行が行われ、ゾーンバス形式が取られた。宇都宮市宇都宮市は LRT の他に東西交通として関東自動車による基幹バス導入の構想がある。導入区間は JR 宇都宮駅西口から桜通り間と駅東口から芳賀工業団地間の2カ所であり、 主な内容は、西方面に急行バスを、東方面に特急バスを運行するほか、連接バスやトランジットセンターを導入するといった具合である。しかしながら、市は都心部のバス交通のあり方に関して、JR 宇都宮駅から中心市街地への移動を保管する鉄道のサブシステムと位置づけており、大通りに所在するバス停を鉄道駅に準じた旅客施設と捉えているほか、 通りにはバスレーンも設けられているため、大通りの路線のみ事実上機関バスのシステムが導入されていると言える。連接バスを急行運転する事例がある。しかし、機関バスもしくは BRT とは呼ばれず、携帯が条件を満たしていないと見られる。ありがとうございます。